ピリ辛トマトソースめちゃくちゃうまい、超うまい。こんばんは、ナリです。簡単で美味しいは正義ということで、本日もやっていきましょう。本日のレシピはフライパン一つで本気のアラビアータです。はい、ということで本日もやっていきましょう。今日はですね、フライパン一つで作る本気のアラビアータということでね、最近ね結構パスタワンパンで作るときチューブニンニクとか使ったりするんですけども、今日はちゃんとニンニク刻んで、トマトもトマトジュースとかじゃなくてトマト缶使ってね、しっかり作っていきたいと思います。でもワンパンで作るんで比較的簡単に出来上がると思います。それでは早速やっていきましょう。レッツワンパン。はい、まずは材料紹介から。本日の材料はこちらになります。はい、では早速やっていきましょう。まずは玉ねぎカットからですね。じゃあ玉ねぎ今日は半分使います。こちらをみじん切りにしていきます。みじん切りはこんな感じで縦に線を切って、縦に切り込みを入れていってあげる。あとは横から切ります。ソースに溶けるぐらいの玉ねぎを作っていきたいんで、結構細かく切っちゃいます。はい、それではですね、ある程度みじん切りにしましたら耐熱容器に移していただいて、600ワットの電子レンジで2分チンします。電子レンジで玉ねぎの水分を先に飛ばしておくことによって、この後ねしっかり炒めていく時の時短になりますんで、電子レンジ入れた方が楽かなって思います。はい、それではチンいきます。それでは続きましてニンニクをスライスしていきます。今日はですね、2人前を作って、いつも1人前なんですけども、今日は2人前で作っていくんでちょっと多めですね。ニンニク 5×で大体 20g あります。こちらをスライスしていきます。はい、ニンニク OK です。はい、それではですね、ここから鍋を使った調理に移っていきます。まずはオリーブオイル 60cc、 先ほども言った通り今日は2人前で作っていくんでちょっと量多めです。でそこに先ほどスライスしたニンニク、こちらも加えていきます。そして今日はアラビアータなんで鷹の爪4本ちょっと多めです、使っていきます。ピリ辛に仕上げます。で鷹の爪は輪切りでもいいですし、こんな感じで崩しながら入れていただくって感じでも大丈夫です。はい、そうしましたら火をつけてソテーしていくんですけども、ここでですね、ニンニクの甘みと旨みしっかり出していくために弱火でじっくりやっていきます。弱火でじっくり時間かけながらニンニクがちゃんと色づくまでソテーしていきます。強火でやりすぎちゃうとニンニクのねちょっと苦味みたいなものが出ちゃったり、鷹の爪も焦げちゃったりしますし、弱火でねゆっくりやることによってオイル全体にニンニクの旨味、そしてニンニク自体にも甘みってものが出てきますんで、ここはね丁寧にやっていきたいと思います。少しずつ色づいてきましたね。こんな感じで鍋を振ってあげることによってムラなくね全体的に火を入れていくことができますんで、ずっと放置してるっていうよりかはたまにこんな感じで鍋振ってあげるといいと思います。はい、それでは結構全体的にいい感じに色がついてきましたので、ここで先ほどレンチンしといた玉ねぎ、こちらも一緒に入れていきます。でここからまたさらに玉ねぎがいい感じの色になるまでじっくりソテーしていきます。玉ねぎからね甘みが出ますんで、この甘みがね何倍にも美味しくさせてくれるんで、ここもしっかりやっていきたいところですね。この工程ちょっとめんどくさいなって思う方は、次入れるトマト缶を入れるところで、蜂蜜だったり砂糖とか入れて、そこで甘み出していただくっていうのもいいかなと思います。はい、
それではですね、玉ねぎも結構いい感じになってきましたので、ここでトマト缶、こちらを入れていきたいと思います。今回使うトマト缶はホールですね。ホールのトマト缶で、こちら内容量 400g のものになります。投入します。この缶後で水入れて中まできれいに使うので捨てないで取ってきます。そしたらですね、まずトマト潰していただいて、後でね混ぜながらも潰す機会あるんで、ここではまあざっくりとりあえず潰していただきます。続いて乾燥バジル、バジルを小さじ1杯入れます。今日はバジル使うんですけども、バジルじゃなくても例えばオレガノだったりローリエとかでもねいいんですけども、何かしらのハーブ入れていただくとトマトソースのねコクだったり深みっていうのグッと出ますんで、ぜひね入れていただければと思います。そしたらここから中火でトマトソースを煮詰めていきます。大体約10分ぐらいですね。ここでもしっかりと煮詰めていきます。トマト缶ここでしっかり煮詰めることによって、ニンニクの香りがついたオリーブオイルだったり、このね玉ねぎとかともしっかり馴染むんですけども、それプラス水分ね飛ばしていくことによって、トマト自身の甘みっていうのもね増してくるんで、しっかりねここで煮込んでいきたいと思います。はい、それではですね、10分ぐらい煮込んだのでこちらにお水入れていきたいと思います。でさっきこちら取っといたこちらの缶なんですけども、こちらがね 400g の缶になりますんで、今回お水 500cc 使うんですけども、こちらは 400g なんで、これ丸々1杯とあと4分の1って感じで入れていきます。1杯と4分の1、これで綺麗さっぱり無駄なくトマト缶も使っていきます。そしたらここにお塩小さじ1杯、 5cc 1杯ですね、入れて沸騰させます。はい、そしたら沸騰してきましたので、こちらにパスタ入れていきたいと思います。今日もディチェコのパスタ 1.6 ミリですね。なんで2人前なんで 160g 入れていきたいと思います。では失礼します。よっしゃー、おいおい。ではここからパスタ混ぜながら表示時間のマイナス1分の8分で茹でていきたいと思います。レッツタイマー。結構ねトマトソースの場合麺くっつきやすくなってますんで、いつものトマトソース以外のパスタに比べてよくね混ぜてあげるといいと思います。はい、あと1分ぐらいですね。ソース感もねかなりいい感じになってきて、このままね残り1分煮詰めていきたいと思います。はい、タイマーになりました。ソース感ねかなりいい感じなので、ここで一旦火止めちゃいます。そしたらまずここにひき胡椒、ひき胡椒を結構多めに入れてきます。パンチ出してきますね。こちらで続いてこちら粉チーズ、粉チーズを大さじ2杯入れます。チーズにねコクが生まれますんで、そしたらよく混ぜます。チーズね後掛けでもまあ悪くはないんですけども、先に混ぜちゃうことでねもう麺とソースの一体感がねグッと出ますんで、このままよく混ぜていただいて、そうしましたら盛り付けしていきましょう。はい、それではお皿を用意していただいて、ここにですねこんな感じで麺掴んでぐる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 って回すと、遠心力でねソースが外に移動しますんで、そうやってソースを外に移動しながら、まずは麺だけをね盛り付けていってあげてください。はい、それでは麺を上手に盛り付けることができましたら、最後にソースですね。ソースを上からかけることによって、はい、完成です。フライパン一つで本気で作ったアラビアータです。ピリ辛トマトソース。それではね早速食べたいと思います。いただきます。うまそう。うまっ。これはうまい。めちゃくちゃうまい。超うまい。ピリ辛だし、でもね最初からねやっぱりちゃんとね丁寧にやってったんで甘み出てますね。この甘みが大事なんですよ。うん、おいしい。はい、ということで本日はアラビアータ作らさせていただきました。ちょっとね手間はかかるんですけども、いつもよりね1ランク2ランク上のパスタになると思いますんで、ぜひ時間がある時に試してみていただけたらと思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた。全然そうだとしたら